決戦の瞬間が近づいています。その前にセミファイナル、さあフライ級 50.8 キロリミット8ラウンドマッチがこれから始まります。
コーナーに、これ計量を最初の段階でしっかりクリアした浅見翔太選手が控えております。セミファイナルフライ級8回戦を行います。赤コーナー112パウンド原田所属、日本フライ級10位浅見翔太。日本フライ級10位浅見翔太、日本フライ級2位の相手に勝ったこともあります。青コーナー112パウンド新生所属、日本ライトフライ級2位 WBO アジアパシフィックフライ級5位、日本ユースフライ級チャンピオン井上優雅。青いグローブ、こちらが井上優雅です。強い右ストレートを持ちます。西澤海選手と対戦歴もあるのが井上優雅。さあそれに対してですね、前回昨年11月13日岩崎圭介戦 TKO 負け以来の再起となるのが、これ画面の右側の浅見翔太です。ここまで勝ち星9つ挙げています。9勝9敗という浅見に対して12勝2敗1引き分けというのが井上。この京都市体育館、この後世界戦が行われます。セミファイナルとなりましたフライ級の一戦、お互いオーソドックススタイルです。さあ亀田大地さんにお話伺ってまいりましょう。ちょっとこれ事前に青赤入れ替わってきたようなんですがね、赤いグローブが浅見選手です。これ紫のトランクスを着用しているファイターですね。スピーディーなリードジャブ、トーンとついてくるのが青いグローブの井上。まあ、井上選手、軽量で1回 1.2 キロオーバー、そこからクリアだったんですね。1.2 キロなかなかハードだったと思いますね。はい、まあ、それ2時間弱で落としてきたということになるわけですね。まあ、でも代謝はいいんでしょうね。そういうことですか。はい、それだけ、はい、まあ、逆に落ちない選手は本当落ちないんで、はい、まあ、センターで戦えなんていう風な指示も飛んでいます。これそのまま中心を取っている赤いグローブ浅見サイドなんでしょうか。左打ってついて追いかけるような形にしているのが浅見です。ワンツー右打ち下ろし左アッパー、いいボディですね。井上が放っていきます。お互いの間合いというのは序盤ですけれどもね、どうですか。まだそうですね、まだ、両者、はい、まあ、距離掴むところですね今から。共に状態よく揺らしながら左で距離感を測ってというこの時間帯です。そうですね、やっぱ左と右、あの右とオーソドックス対決なんでね、はい、やっぱりどれだけ左を当てるかですね。時計回りに回って重たいパンチ井上が放ってきます。トリコロールカラーというんでしょうかね、この赤と青いストライプのトランクスです。ここも回る、追いかける、それに残り1分となりました。浅見の左から、まあ、ちょっとこう攻撃のスピードを上げてこよう行こうなんていうセコンドからの声も聞こえてきます。一瞬体潜るようになりました青いグローブの井上。やっぱり 1.2 キロもね、はい、やっぱり減量最後2時間で落とすってなるとやっぱりボディはね、やっぱ正直万全ではないと思うんでね、浅見選手はね、はい、ボディ中心に、まあ、攻めていくスタイルの方が、まあ、現状いいのかなと思いますけどね、はい。まあ、やっぱり随分影響ありますか、はい、やっぱり 1.2 って僕もね、その、はい、まあ、逆にオーバーしたことがないんですけど、やっぱオーバーする選手とかっていうのはやっぱ僕もやっぱジャブから下、やっぱ下ってこうやっぱり作戦やっぱ立てますもんね。お互い左ナイス、ボディ打ち右左、その左は顔面に当て込んでいったのがこちら青いグローブの井上。鼻血が見られます。さあ第1ラウンド終了しております。これ赤コーナーの浅見翔太選手サイドを触れていただきましょうか。大輝さんどうですか。まあまだどっちもどっちっていうね、その自分の距離を探ってるような
状況なんで、まあ、4回戦の選手でもないんで、もう A 級なんで、なんでもその8ラウンドどういう風に組み立てていくかっていう、まあ1ラウンドはまあまあどこどこい、はい、はい、まあイーブンという中でこれセコンドの声も聞こえてきます。踏ん張る、あった、苦しい思いしたんでしょ、苦しい思いしたんでしょうなんていうのは、まあその計量、最初の計量の後ということだったんでしょうね。さあ試合は第2ラウンドです。今ゴングが鳴らされています。ボックスの声がかかりました。まあよりこう前に出ていこうとするのがこう淡い紫のトランクス、浅見翔太のように感じられます。大阪住之江区出身、まあ、原田会長曰く、まあ、惜しい試合が多いけれども非常にガッツがあるという見立てなんですね。この打ち合い、まあ、後半までいけばね、減量の影響とかもね、まあ、出てくるとは思うんですけどね。まあここも左当て込む、ちょっと顔が、こう額が上がりました井上です。まあ、当然そういうことも織り込みながらということでしょうね、浅見、はい、そうですね、あやっぱ左の使い方も上手いですね、井上選手。井上、そうですね、はい、細かく何発も、うん、浅見の前進を止める、そしてパンチもよく見ています。一つ空振りさせる、まあ、そのガードの隙間からというパンチも浅見あります。ちょっと鼻血があります、井上、鼻を気にした。お互いの動き合わせ鏡のようになる時もあります。展開としてはこの辺りどうですか。まだ引かない、あストレート、いいストレート入りましたね、浅見のパンチ、はい、まあ、浅見は多少食らってもこう動じずにいく強さっていうのは持ってますよね、うん、そうですね、まあ、ランキング的にもね浅見選手の方が低いんで、はい、うん、まあ、その戦い方はね、はい、変わらないでしょうね。そうですね、まあ、日本2位が井上、青いグローブ、おお画面捉えた、3発4発、日本10位の浅見の拳です。一パンチありましたね、まあ、以前もランカー上位のファイターには勝った経験があります浅見。そしてその試合の後ですね、まあ、今までズボラこいてたなんていうふうに、これから上に行きたい一年発起があって、その後1試合敗れてこの舞台が再起戦です。ダービー、アッパー井上、後ろあたりでもブロックします。残りが40秒になろうとしています。まあ、井上の方もいいボディ入りましたね。そうですね、うん、食らってここちょっと下がりました。浅見腹っ柱のあたりにも左命中しています。まずこのジャブで測る、一旦距離を取ってまた前に出てくる右のストレート、思い切りいいですね、はい、そうですね、はい、左ボディ井上が放つ。しかしその後です、やっぱりこう打ち合いになってくるとその先で浅見、そうですね、やっぱりあの相手の後を打ってるんで、はいはい、逆にそこの相手の後を、ね、合わせないと、はい、井上選手は1発に対して4発5発とあるのが赤いグローブ、うん、ここでラウンド終了のゴングです。さあこちら赤コーナーですね、浅見選手ラッシュもありましたね、どうでしたか。そうですね、やっぱり、そのチャレンジャーという、まあ、もう位置づけは、ね、チャレンジャーですからね、相手やっぱ2位なんでね、うん、まあ、いい戦い方できてますよね、うん、まあ、ボディ打ちもえぐるように放っていきました。やっぱボディは効果的ですよね、はい、やっぱり後半やっぱ落ちますから。そうですね、まあ、1.2 キロオーバー一度見せてしまった井上、青いグローブ、まあ、いろいろ視界に入れることがあってという2人の戦いとなりました。まあ、今ホイッスルになっています。このラウンド取らなければという井上サイド、そうですね、やっぱ明確に取りたいですよね、はいはい、ランキング的にもやっぱチャンピオンを目指しているわけですからね、はい、確かに。第3ラウンド、ここもまたリング中央譲らないという位置に見えます。潜るようにしながら青いグローブが井上優雅です。ランキング上位の選手です。ここも腹への一発二発、
まあ、ディフェンスというのも非常に問われてくると思うんですけれどもね、そうですね、まあ、両者ディフェンスはいい方ではあるんですけどね、ただやっぱ相手打ち割りがちょっとやっぱり両者とも、はい、うん、ちょっとまだ抜いてるなっていうか、集中しきれてないなっていうところありますよね、はい、まあ、そこは打つことにこう集中しすぎるとってことになるんですか。そうですね、そこの後を合わせてそのさらに後、はい、うん、まあ、そこまでいくとねやっぱまあ世界クラスまで行ってしまうんでね、はい、うん、右のアッパー井上に対しては浅見の攻撃はこれ球数で勝っていこうというこの第3ラウンドです。まず最初の1分井上もしっかりと顎を引いて右のストレート、右のボディ打ち、浅見が返していきます。まあ、タイプとしては、まあ、戦略ですね、ここまでどう映ってますか。あ、でも浅見選手のペースではありますけどね、ただどう修正するかですよね、井上、はい、井上選手がどういう風に修正するかですけど、うん、あ、井上も、まあ、でも、はい、まあ、対応してきますね、うん、間のパンチ入れて、はい、アッパーの数も多くなっています。そしてここでひるんではいけません、浅見選手、はい、今こそこの前へ前へというスタイルですからね、元来、はい、それを忘れたくありません。お互いの左右を空振りさせて浅見が出てくる、まだ70秒あります。中央譲りません。左アッパーに対してはワンツー、浅見の拳、井上もよく上体を動かしながらの攻防、うん、一進一退、なかなか見応えありますよね。そうですね、飛び込みざま京都市体育館、この後は世界タイトルマッチが行われます。ちょっとした間のパンチで倒れたりもしますよね、この距離は。そうですか、はい、まあ、その強打ストレート、浅見左思い切って井上、この辺りも展開分かりません。あと30秒です。だいぶ近いところでアッパー井上、引かない。ここはディフェンスをきっちりなしながら、さあ顔面真っ赤に、浅見の攻撃も強い、しかし井上、絶妙にこう当てる箇所も変えてきますね、浅見。そうですね、それでも井上さらに前に出た、そこに一発合わせてこのラウンド終了です。さあ両者白熱の第3ラウンドとなりました。これ VTR で振り返ります。亀田大地さんの目にどう映りましたか。はい、ちょっと見入ってしまう試合ですよね。確かに本当に、コンクラベの試合じゃないですか。あ、はい、ってことですか。そうですね、もう根性ですよね、ここから来ると、はい、うん、パンチの威力としてはどうなんですか。同じくらいなのか。同じくらい、まあ、そこまで大差はないですよね。ただボクシング自体はやっぱ井上選手の方が若干うまいんで、今、まあ、あの1、2、3ラウンドですか、はい、見た感じでは。だからそこがどういうふうなポイントでいってるかわからないですけど、2ラウンドは確実に浅見選手が取ってると思うんですよ、はい、なんで今のラウンドは、ね、本当に一進一退でジャッジ泣かせな、はい、まあ、第1ラウンドはイーブンかななんていう大輝さんの見立てもありました。さあ試合は第4ラウンドに入ります。8ラウンド中の4ラウンド目、フライ級 50.8 キロリミット、ボディに拳投げるような青いグローブ井上優雅、それに対してここはディフェンスから、さあ浅見全身ファイトどう見せるかという展開です。井上の拳、これ数が増えてきましたね。そうですね、左顎を捉えた浅見の拳、浅見選手は上よりも上7、下3、8、2ぐらいになっても、それを逆にしてもいいぐらいですね。ああ、そうですか。 下を7ぐらいで、はい、上を、3ぐらいでいいですね。確かにそうですね、8、2で顔面、そうですね、7、3か、そうですね、下の方が、多分後半、はいはい、ポイントっていうか、その、うん、疲れてきますよね。ですね。まあ、そしてお互い鼻血もあります。開始から1分の第4ラウンド、左浅見の拳からガード、そしてボディへ、ちょっと鼻血の量も浅見多くなってきました。井上がそこを照準とする左のアッパー、もう一発、
ここももう距離ほとんど同じですもんね。そうですね。ここはショートのパンチがね、はい、ショートの技術がある選手がやっぱり、はい、やっぱりポイントを取っていきますよね。まあ、よりコンパクトに、よりコンパクトに、あとはどれだけ拳を握ってるかですよね。はいはい、ずっとではないってことで。そうですね。やっぱりインパクト、インパクトだけ。はい、やっぱりハチオンス効きますからね。また握りっぱなしだと本当に疲れるわけですよね。右へ。アサミのパンチ。ストレートは井上が返す。ここで引かないと右のストレートアサミ。呼吸もだいぶ苦しいか、口も開いてアサミ翔太です。ここまで9勝9敗のイーブン、日本フライ級10位。それに対して同級に左のフック被弾してしまったのは井上。日本ユース王者井上のテクニック、まあ、こうやって近いところでですね、あと30秒です。見入ってしまいました、ね。そうですね、はい、まあ、同じペースで同じペースですね、続いていますから。しかも拳止まりません。右打って一旦離れた井上。どっちが根性あるのかっていう試合ですね。そうですね。それを比べる上で重要なファクターは、最初の計量で 1.2 キロオーバーだったという井上です。ボディから顔面へ浅見のパンチ打って、最後は離れました。ここで第4ラウンド終了です。反撃も見られましたが、そうですね、やっぱり細かい技術がやっぱりあるんで、はい、やっぱりここらでこのラウンド出てきた感じですかね。こう拳パンチが非常にこう小さい、いい形で、そうですね、小さいんでやっぱり自分があまりもらいにくくはなりますよね。振りが大きいとやっぱりその分あのもらってしまうんですけど、はい、やっぱり振りが小さい方がやっぱりこの距離はね、やっぱ有利ですよね。そうですね。5ラウンド、はい、さあ5ラウンドと声をかけられました井上優雅に対して、こちらまあ、気持ちでは相当な強さ、まあ、定評もある浅見翔太です。今まで惜しい戦いもたくさんありました。でもそのガッツで押し通してほしいというその陣営の声もあります。戦いは第5ラウンド、もうすぐ両者中央来ますね。そのこの試合の象徴のようです。うわ、でまたハンドスピード、井上が青いグローブ上げてきましたかね。逆に上がってくるっていう、はい、浅見の方はどうか動いて、うん、ここ、まあ、今ヘッドスリップを見せています。まあスロースターターなのかもしれないですよね、確かに選手は、ね、そうですね。でしのぎ合いというのもここまでのキャリアの中では、うん、まあ、何度も見せてきました。まあでも本当に白星黒星五分ですけれども、はい、そういう戦績だけ見ては分かりませんね。分からないですね。いや本当に、うん、際どい試合もねあるみたいですしね、はい、うん、なんで本当叩き上げって感じですね、そうですね、まあ、ボクシングに対する気持ちというところも心のところで、まあ、ランカー上位の選手に勝って一度勝って変わったというのが赤いグローブの浅見です。それに対してここからユース王者から日本王者へと井上の目論み、左フック、左ボディからアッパー、お互いの攻防、同じような武器をぶつけ合っているここまでです。そしてともに鼻血もあります。長い距離のパンチ、浅見放ってくる、ストレート、いいパンチ、いいパンチですね。うーん、これニヤッと笑いました。引いていないという意思表示ですが、いいタイミングですね、ああいう表情が出るときっていうのは往々にして逆に捉えているんですね、はい、いや、いいタイミングでしたね、はい、ただ打たれ強いな、まだ前に出てきますね。この時こそってことになってくるんでしょうか。んでも井上も体勢が崩れても的確なパンチ、左のジャブよく測っているようです。でもここらで切り替えるあたり、はい、やっぱ上位だなっていう感じがしますよね、そうですね。その先のこう選択肢が左もたくさんありますね、引き出しですね、引き出しの多さですね、
逆に浅見選手はこれしかできなかったんで、あ、うん、これもボディから顔面は外からパンチのコンビネーション種類の多さ、うん、青いグローブの井上優雅、うん、すごい、いいですね、またより落ち着いての攻撃井上が見せているようです。残り20秒を切りました。引き出し多い選手ですね、足もよく使うようになってきましたもんね、はい、浅見、うん、どっちも追いかけというかね、はい、うん、ここまでの攻撃では足を止めての打ち合い応じていた井上ですが、このラウンドは分岐点となったか、まあでもどっち転んでもね、はい、まだまだまだ全然わからない試合ですよね。そうですね、まあ、そんな中でこうやって浅見選手が出てきた後、井上カウンターいかがでしたか。いや、今の絶妙なカウンターですよ ね。ここもう頭の位置止まってますもんね、完全に。もしかしたら掴んだかもわからないですよね。あーは、見切ったってことになりますか、はい、これ見えたぜっていう瞬間って大輝さんってどういうところだったんですか。そうですね、まあ、今 の、 あのところですか、はい、まあ、でも、もうそのやっぱ1ラウンドからやっぱここまでやってたらやっぱりお互いが分かるんですけど、はい、ただこの井上選手は多分完全に今のラウンド掴んだんで、多分次のラウンドまた何か見せてくれると思いますね、はい、まあ、さらに前進となるのか、いや、さらに足を使ってとなるのか、青いグローブのランキング上位日本フライ級2位の井上優雅、アッパーからストレートも鋭い、わ、頭の位置もだいぶ低くしてこう見せてからスピーディーな拳があります。対して赤いグローブ、薄い紫のトランクスは浅見翔太、イーブンの戦績から抜け出してといきたい日本フライ級10位が浅見です。ストレート、ここも、うん、打ち合いに持ち込むならということなんでしょうか。浅見だいぶ井上時折体勢も低くしますね。そうですね、そこから探る、この接近戦でもバリエーション多いです ね、うん、そうですね、はい、本当にこの左の連打も4発5発ちょっと手数も止まらない、1発あったかと思うとここもインファイト、そして一旦離れる、ワンツー、まず開始から1分です。第6ラウンド、浅見サイド、これセコンドについたとしたらどんな声かけますか。もっとプレスかけていきたいですよね。まだもっと近く、そう、もっと、うん、やっぱ手を出し続けることですよね、はい、まあ、スタミナという点では不安はあるかという井上サイド、それを要素としてワンツー突き崩せるか浅見。一旦浅見も拳をかわすために交代、これも同じ距離、遠距離での打ち合い、ともに左、左フック、浅見が放つ右のストレート、さらに顔面、花江、花柱のあたりですね、しぶといボクシングしますね、そうですね、テクニックで井上かなと思いきや、はい、何かこういう気持ちの見えるファイト浅見です。まあ、武骨なとでも言うんでしょうかね。そうですね、スタイルを見せてくれます。ナイスボディとセコンドからの声も飛んでいる井上の攻撃ならばと、さらにピンポイントを刺すように、いいパンチですね、いいパンチですね、腰もよく入っているようです。アッパー右から左フック、いいパンチ、ここも顎を捉えた、井上の時間になってくるのか、またよく見ている、一発左は浅見、もう一回この腰、左フック、残り25秒を切りました。井上が時折こう上体の動き、足もストップしてその後有効だ、鼻血が目立つ浅見の表情、そうですね、鼻血出たらね、口で口呼吸になるんでね、そうですね、まあでもよくこうやって ね手数は出してきます。左出しますね、ノンストップの戦い、第5ラウンド終了です。さあ亀田大輝さん、これももう止まりませんね、はい、そうですね、ずっと本当にコン比べなんですけどね、ボクシングの、ね、レベルはね、井上選手の方があるんですけど、
根性で下がらないですね、これ下がってしまうとまた形っていうの変わる、下がってしまったら負けます、浅見選手は、うん、絶対にこの位置をキープしないと、はいはい、向こうに持っていかれるんで、まあ、戦い方としてはあれなんですけど、はい、ただポイントという意味ではね、ちょっとすごい難しいラウンドも多いね、ジャッジ中瀬です、はい、まあ、こうやってで花の負傷にも処置を施されての、まあ、赤コーナーに入りました今回の試合、浅見翔太ですね、ランキング10位対してランキング2位、青いグローブ青コーナーからとなった井上優雅です。試合は終盤8ラウンド中の第7ラウンドです。変わらずお互いオーソドックススタイル、この辺りからさらにまた井上どうでしょうね、ギアアップすることができるか、そうですね、でも上がってきてるんでね、そうなんですよね、これが面白い、おまたスピーディー打ってすぐに左側に回りました、まあ、それに対してはど根性ファイトでも、まあ、定評のある浅見気持ちの強さでというところ、左リードジャブ井上の鼻血もまたちょっと多くなってきました、共に相手の表情そして動きを見ながら、これはジャッジ長さなんですけど、厳しい、やっぱりこの中間距離とこの近距離ですよね、はい、この接近戦の位置でもやっぱり巧みにこうジャブを使っていけば、はい、ポイントもね流れるんですけどね、そうさせず2人足止めて打ち合うシーンが多いんでね、とこれジャッジつけるなら困りますよね、そうですね、まあ、バリエーションの多さで、まあ、井上選手なのかなとも思いますけどね、そうですね、うわでもかと思います、まあ、でもここで、ね、打ちますもんね、まあ、顔面捉えて井上のダメージもどれほどかなというところも気になります、うん、そうそう、浅見選手血も鼻血も出て、見栄えも悪いんですけどね、はい、でも打ち返すって、まあ、肉を切らせてってやつになりますね、はい、フライ級、軽量級の戦い、ここはステップワーク井上、そして左ですが左のフックダブルで浅見ボディ打ち、アッパー井上が顎を捉えてくる、井上サイドとしても鋭い拳、なんとか顔面それからボディへと打ち分け、いい形で見せてはいるんですが浅見が揺らぎません、まあ、手もね、手も多く出てるんでね、はい、選手はね、そうですよね、うん、そこに右井上です、あと50秒を切りました、左アッパーねじ込むようにしてから井上の拳です、うん、左アッパーから右フック、これ戦力として戦略として井上サイドあるようです、そうですね、左アッパー、まあ、声聞こえてきますもんね、空振りかわしてからは左浅見の攻撃、粘りの浅見スピードとキレで井上ストレート、ここも押してくる、間もなく残り10秒です、それにしても凄まじいのはお互いが全く譲らないことです、聞かないですね、これがずっと第1ラウンドから続いています、必死のディフェンスそして攻撃、第7ラウンド終了です、もう大吉さん最後に難しいって難しいですよね、これでしたね、いかがでしたか、いやこれはもう、まあ、まあもうお互いのセコンドについて同じこと言いますよね、もう最後気持ちやからと、はい、もう最後も全部出してこいと、はい、まあ、多分それしかないでしょうね、まあ、大吉さんもそこは同じことですか、はい、それやろうぜ、これは左アッパーから右フックとか、左アッパーから右フックっていうのはこれ逆サイドですよね、井上選手サイドですよね、こちらです、左に頭出す、アッパー右、あとこのラウンドは左アッパーから右空振り、右ストレート空振り左フックとか、このラウンド左アッパーから右ラストラウンド、さあ京都市体育館最終第8ラウンド、フライ級の日本ランカー対決です、赤いグローブがランキング10位浅見翔太、ブルファイトを見せています、お互い鼻血を滴らせながら
この打ち合い、やっぱ出てきますね、両者ね。井上優雅はランキング2位、上位ですが青いグローブです。ここは頭の位置もだいぶ近くなってくる。ローブローにも注意、バッティングにも注意。でももうここですね、左左左、井上が打って何かこう根性の浅見の戦いにも引き込まれているかのようでもあります。そうですね、でも左の連打とかはね、ポイントいいですよね。そうですね。そして右がパーから右のストレート、うわー、でも浅見の方もここに、ね、まあ、存在自体をこう壁にして踏みとどまっているかのようです。開始から間もなく1分、あっという間、食らいながら前進の浅見。やっぱ効果的なパンチ打ってるのは井上選手なんですよね。まあ、なんとかそこで断ち切りたいんですが そうですね、切れることがありません、浅見。効いてますかね、浅見に対しての攻撃っていうのは。効いてるというか、まあ、やりづらいでしょうね。まあ、そういう意味でもお高いでしょうけど、まあ、こうやって前進からボディ打ち、前に出るのは浅見。いい感じありましたね。それでも鋭いパンチ、井上さらに放っていきたい。そして左に回っていきます。浅見が逃がしたくない。残り1分20秒。いやー、もう大吉さん、どんどん時間早く過ぎていきますね。あっという間。もう大吉さんもちょっと放送席今前のめりになっています。ただあっという間ですけど、本人たちからしたらね、すごい戦いですよ。なんとこれ厳しい8ラウンド目、打っても打っても倒れてくれない、どちらもそうです。そして違った武器、そうしないと。ここで欲しいのはやっぱギアのチェンジですよね。もう一段上にですね、もう一段上に、ここがやっぱりどれだけ追い込んでるかですよね、練習で。あ、聞いた。パンチは浅見の攻撃、浅見選手いいパンチ入りましたね。浅見選手入れました。返した、左フック、ともにそうです。そしてあと30秒。これもここまでのハードマッチの象徴のよう、下がらない、前に出るアッパー。ここは左のアッパーから右のフックとストレートというのは井上の戦略、しかしそれを精神力で打ち壊す浅見。うわ、すごいすごい試合ね。え、顎を食らっても食らっても、その後の攻め、お互い左がヒットする。リングのど真ん中、素晴らしい。そのままで戦いは終わりました。すごい、いや、まあ、世界戦の前にこれ確実に手に汗握っちゃいましたね、我々も。いや、熱い試合でしたね。いやー、セコンドにしても本当にこういう戦い、いや、よくやってくれたっていう気持ちにもなるでしょうし。そうですね、ゆっくり休んでもらいたいですよね。もう明日以降ってことになりますね。そうですね、激しい打ち合い望むところというのが今回赤コーナーとなりました浅見翔太、こちらです。それに対してテクニカルに鋭いスピーディーにという井上優雅、こちらです。井上の目の周りもだいぶ腫れ上がっています。8ラウンド戦いました。この後判定の発表です。ジャッジ田中76対76。お、1人目ドロー。ジャッジ半田77対75。ジャッジ池原78対74。以上2対0の判定により、勝者青コーナー、井上優雅。井上優雅、判定は2対0。1人は76対76のイーブン、1人が77対75で2ポイント差、もう1人が78対74の4ポイント差とつけています。まあ、ランキング上位、軽量でも苦しみました井上優雅でしたが、競り勝ったという結末です。マイクを持ちます。お互い健闘をたたえ合ってから、さあ、どんな言葉飛び出すか。さあ、ここまでの解説は亀田大輝さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。井上選手、おめでとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。 ありがとうございます。いや、激しい激闘の中でも勝ち切るのが井上選手のいいところだと思いますが、今日の試合いかがですか、出来の方は。いや、でも自分の中ではこの戦い方嫌いっていうか嫌やし、やっぱり怖い。そんな激闘はあんましたくない。しかし本当にあのクリンチなどのない中間距離で終始打ち合う素晴らしいファイトだと思いますが。いや、もうだってセコンドが下がんない言うから、下がったらあかんなもんで。しかしランカー対決制しました。今後の目標など井上選手いかがですか。もう一回ですか、すいません。ランカー対決を制しました。現在 WBO アジアパシフィック第5位、日本ランキングは現在2位です。次の目標はいかがですか。もう会長に決められた試合だけをやりたいんで、なぜ勝っていったら絶対上にはいけるっていうのは聞いたんで、とりあえず決まった試合を勝って、もっと、まあ、勝って今回もやっぱもっとやらなあかんことをやりたかったけど、全くあかんかったんで、またがあれやったんで、もっと、はい、もう一回。さあ、世界戦のセミファイナルというこの大変たくさんのファンの皆さんを見てらっしゃいます。ファンの皆様に最後一言お願いします。まあ、口だけやけどこんなもんじゃないんで、まだもっと次試合に出てる時あったらまた応援お願いします。見事セミファイナル勝利を抑えました井上優雅選手にお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございました。体育館西側のケンタッキーにお車を駐車しておられるお客様、直ちに移動をお願いいたします。体育館西側のケンタッキーにお車をお止めのお客様、直ちに移動をお願いいたします。